えーはいどうも全力絶叫 y o u t u b e r モリです。全パーリーグファンの皆様お待ちしました。えー、西武ライオンズが強すぎるはい、えー、もうこれはね、もう前のカードまでオリックスバファローズが身をもって体感しました。えー、西武ライオンズに屈辱の3連敗を決しました。しのぶで負け、宮城投手で負け、あげくの果てには最後、おかわりに1試合2発、 最後、さよならホームランを打たれて、負けましたと、はい。心に傷を負ってます。はい。前のカード、その前のカードのフォークス戦もね、あの、勝ち越しておりまして。でそして迎えました、今日、ロッテ戦。まあ、今日は、あの、初回に3点ロッテが先制しました。さすがに今日は、ロッテ勝つかなと。まあ、ロッテも最近調子悪いから、さすがに今日はロッテが勝つ番かなと思ったら、俺またじわ,じわ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 とあの、追い上げて。で、結局あの、終盤にゲレーロ投手がね、あの、冒頭して、なんか追いついてね。はい。今日あの、ロッテファンのね、お客様もサークルジェニー。 壊れててましてあの、ロッテファンの方、ブチ切れてました。はい。あの、大チャンネルを見てるようでした。はい。ロッテファン、ブチギレで。で、結局、延長に入りまして、ピッチャー、佐々木千早投手。えー、ここでバッターは、川越選手やったんですけども、まあ、川越選手、ここから繋ぐんかなと思って、まあ、おかわりでもなければ、ドスコイでもなければ、森友でもないから、まあ、とりあえず繋ぐんかと思ったら、あの、川越選手、えー、っと、いきなり大飛球犯をちまして、ね、結局、スタンドイン、サヨナらホームラン、えー、西武2試合連続、サヨナらホームランで勝利ということになりました。 ま,あまずこの結果に、今日の結果に関して、あの、僕から言いたいこと。はい。まあ、とりあえず、あの、大チャンネルが楽しみですね。はい。大チャンネルもう動画上がってるんかなうん。あの、ロッテファン YouTuber の大チャンネル、あの、試合後動画が非常に楽しみでたまりません。あの、今日ね、あの、サークルチェンジに来られた、あの、ロッテファンの方も、 あの、思わず、うちの店にあるポンちゃんを、ポンカスツアーのボッコボコにしてましたからね。はい。もう怒りのあまり。いや、だから、ロッテファンからしたらこれたまらんでしょうね。ただ大チャンネルよ。ロッテファンよ。これが俺たちの苦しみやそれを昨日、全く同じ形で、オリックスも苦しんでます。さよならホームランで負けてます。はい。サヨならホームランで負ける。あ、う、あ、ん、こういうことや 本当にあの、ロッテファンの方には本当応真珠察するんですけども、あのー、本当にセーブがマジ強すぎるんですよ。なぜかこの粘り強さ。はい。まあ打線 見ると、まあ、ダリ釣り自体ははみんななそこまでで高くはないですけどもやっぱ全員まず調子が上がってきてるっていうのと、やっぱあのーそ、粘ってきますよね。山本由伸投手の時もあの、球数めちゃくちゃ稼いできて、で、6回で下ろして最後中継ぎ打ったでしょうん、源田選手なんかすごいやらしいしね。外崎選手なんかも左投手に対してはすごいあの、相性いいし。で、中軸には森友と,とすごいお代わりでしょもうここはもう本当に全員天敵オールスターズなんだけど、あの、西武のこのクリーンアップが、もう B モレル天敵オールスターズ スターズのクリーンアップにそのままなりそうなところなんですけど、まあ、4番はやっぱ聖域のここでがいるんで、まあ、ちょっとそこはあのばらけるんですけど下位打線もオーグレディがいてアイト選手がいて一発があってねセーブワン・バン・ラベロジャンセンがいるんですよ「ラベルー!」今年のセーブ何が違うってピッチャー,うーんあの三足打線やってたセーブのピッチャー あの、優勝したとは言えども、まあ、かなりあの、燃えまくってましたから、から今年のセーブはピッチャーが偉いと。うん、先発はまず高橋昆和投手、ヨザ投手、非常に調子良くてね。で、あと、今日投げて今井投手や、松本たる投手、まあ、平井投手も良くてね、はい。先発もま、そこそこ枚数が揃って、でもなんといっても中継ぎ、ほとんど1点台、0点台もいる、水上の吉信ね、はい。 よしだ、出る自分のチームの守備を攻撃のイニングにする平投手とかね。で、あの、のらりくらりと増田投手。あと、ケ介スケで佐々木武投手とか。うん、本当もう、キリないんですけど、上げ出したら。だから、正直今のセーブに、あの、隙が全く見当たりません。オリックスもあの、ロッテにサンでして非常に調子いいはずやったんですけど、それを上回ってくるこのセーブの勢い。これちょっとどうしようもないですよね。うん。あとやっぱね、僕、セーブドーム行かしてもらえたと思ったんですけど、あの、球場演出やっぱかっこいいわ。 あ、それ選手やる気出るわ。ま、それ熱いですけどね。サウナですけど。かっこいいですもん。応援歌もかっこいいし。登場曲がいいよ、やっぱ。一人じゃない一つじゃない嫁の形は十二っとどこまでいても、これはいつも、心の奥にあるものだから、この十字路が、繋ぐ未来を、 目の前のエヴルはい、オリックスも今日は、あのようやく連敗脱出、ようやく連敗脱出したんですけど、セ武ブはこれ勝って、まだ結局4ゲーム差、ゲーム差が縮まりません。これほんとセブはこのまま、あの、のさばらしておくと、ほんとこれセ武ブが一気に、あの、走り出す可能性が出てくるということで、まあそれまでちょっと今日この動画出してもらったんですけど、はい。 何度かして本当にセーブを止めましょう。混戦だからどっかが止めに入ればそこはまあ上がってくるんだけど、うん、ただこのロッテとのこのカード、うん、ここに関してはちょっとあの大ちゃんが楽しみやから、ちょ若干セーブにも勝ってほしい気もする。